AI が予想した火星が居住可能になるまでのシナリオ。50年後、火星への定期貨物便が開始され、人類は火星への資源輸送を本格化、初の恒久的な研究基地が設立。100年後、火星の地下水を利用した大規模水資源確保プロジェクトが成功し、初期移住者の生活基盤が整う。150年後、火星の地表に大気生成プラントが稼働し、酸素と窒素の注入が始まり、テラフォーミングの初期段階が進行。200年後、火星表面に耐寒性植物が導入され、遺伝子操作技術により植物の繁殖が進む。250年後、火星軌道に太陽光発電衛星が配置され、火星全域への電力供給が安定化、火星のエネルギー基盤が整備される。300年後、火星の磁気フィールド強化技術が実用化し、宇宙放射線からの防護が強化される。350年後、火星の人口が10万人に達し、地下都市や居住エリアの建設が進む、火星の都市化が始まる。400年後、火星大気中の酸素濃度がわずかに上昇し、外部での活動が酸素マスクなしでも一時的に可能になる。450年後、テラフォーミングによる気候制御技術が進化し、火星の気温が徐々に上昇、より多くの地域での居住が可能に。500年後、火星の大気が安定し、初の地表生態系が誕生、水循環も確認されるようになる。550年後、火星の大気圧がさらに上昇し、酸素マスクなしで短時間の外出が可能になる。火星での屋外活動が広がる。600年後、火星の緑化が進み、気候はさらに地球に近づく。特定のエリアでは農業が可能になる。650年後、火星での食料自給率が大幅に向上し、輸入依存が減少、火星独自の農業システムが確立される。700年後、火星表面に安定した湖や川が形成され、自然の水循環が確立、人工的な湖も増加。750年後、火星における大気中の酸素と窒素の割合が地球に近づき、気候が安定する。800年後、火星での人口が1000万人に到達、火星社会が地球からの完全な自立を目指す。850年後、火星の気候変動が管理され、季節が安定、火星の自然環境が地球に非常に近づく。900年後、火星全域でのテラフォーミングが完成し、火星の大気は人類が日常的に屋外で活動できるレベルに達する。950年後、火星に豊かな生物多様性が誕生し、植物と動物が共存する自然環境が整う。1000年後、火星の地球化が完了し、地球とほぼ同じ居住環境が整う。火星は完全に地球のように居住可能な惑星となる。